こんにちは。今回のテーマはプログラミングを学ぶ上で重要なオブジェクト思考についてです。オブジェクト思考と聞くと難しく感じる人もいるのではないでしょうか。プログラミング言語と違い、考え方を覚えることが不安に感じる人もいるかもしれませんね。そこで今回はオブジェクト思考とは何か、オブジェクト思考を学ぶべき3つのメリット、オブジェクト思考を知る上で必要なキーワードについて解説していきます。概念的な話で少し難しそうと感じる人向けに分かりやすく解説しているので、ぜひ最後まで見ていってください。早速、オブジェクト思考とはそもそも何なのかについて解説していきます。オブジェクト思考とは、簡単に言うとオブジェクト、モノと操作に分けてプログラムを組み立てていく考え方のことです。といっても言葉だけでは分かりにくいので具体例を出しますね。例としてテレビのリモコンを作る場合を考えてみましょう。まずはリモコンに必要な要素を見てみましょう。必要となるのがリモコン本体と電源やチャンネルを変える操作ですよね。リモコンを作る場合はまずリモコンの本体を作り、その後に電源やチャンネルを操作するボタンを追加してリモコンでちゃんと操作できるようにしていきます。このようにオブジェクト思考は物と操作を分けて作っていき、組み立てて完成させる考え方です。ただここまで聞いてオブジェクト思考の概要は分かったけど、無理して覚える必要があるのかな。ややこしいこと考えずにアプリの機能をイメージして作り始めた方が早いんじゃないのと思った方もいるのではないでしょうか。そこで次にオブジェクト思考を学ぶメリットを解説します。オブジェクト思考を学ぶメリットは、効率よくプログラムを設計開発できる、不具合の原因を特定しやすくなる、プログラムの仕様が変わっても対応しやすい。大きく分けるとこの3つになります。まず1つ目のメリットは、効率よくプログラムを設計開発できるです。例えばウェブアプリなどで作るボタンをイメージしてみてください。登録ボタン、削除ボタン、更新ボタンなど似たような見た目で色が異なるボタンを作るケースがよくあります。例えばこのような条件でボタンを3つ作る場合、オブジェクト思考を使わないと同じプログラムを3回書かなければいけません。同じボタンなのに3回もプログラムを書くのは面倒ですよね。ですが、ものとして1つボタンを作ってしまえば、別のボタンを作るときはボタンの色や文字の色を変えれば次のようなボタンを簡単に作れます。このように同じようなものがあった場合に設計開発の時間を短縮できるのです。2つ目のメリットは、不具合の原因を特定しやすくなるです。いきなりプログラムで解説すると分かりづらいので、停電が起こった場合を考えてみましょう。停電が起きたと言われただけでは、漏電、雷の影響、電線の異常、電気の使いすぎなど何が原因か判断しづらいですよね。ただレンジ、エアコン、ドライヤーを一緒に使っていたと言われれば、電気の使いすぎで停電したのかもしれないと予想できます。プログラムで不具合が起こった時も同じことが言えます。オブジェクト思考で開発されていないと、どこでエラーが発生したのかの原因を調査するのに時間がかかる場合があります。長文で書かれたコードの中からその原因を探すのは大変ですよね。ですがオブジェクト思考は、物と操作に分かれているので、どこでエラーが起こったか、どんな操作をした時にエラーが起こったかが分かれば、少なくともエラーが起こった箇所はすぐに特定できます。そして操作ごとに処理が分かれているため、エラーが起こった時の操作の処理を見るだけでエラーを特定しやすくなります。3つ目のメリットは、プログラムの仕様が変わっても対応しやすいです。例えばウェブサイトで使用しているすべてのボタンの横幅を400ピクセルから300ピクセルに変更するケースを想像してみてください。極端な例ですが、オブジェクト思考で作っていないボタンだと、すべてのボタンに対して1つずつ横幅を変える必要があります。100個ボタンを使っていたら、その100個の箇所を修正する必要があるのです。ですがオブジェクト思考を使うと、オブジェクト思考で定義されたボタンの横幅を300ピクセルに変更するだけで、すべてのボタンのサイズが変わり、1回の修正で対応することができます。このようにオブジェクト思考を学べば、設計や開発が効率的に進めるだけでなく、開発した後も時間をかけずに修正することができるのです。続いてオブジェクト思考を学ぶ上で覚えておきたいキーワードについて解説していきます。ここからは少し難しそうな言葉が出てきますが、最初はこんな考え方があるんだな程度に内容を知っておくだけでも問題ありません。覚えておきたいキーワードは次の4つです。
カプセル化、軽症、中症化、ポリモーフィズム。まずはカプセル化についてです。カプセル化は他のプログラムからできるだけ変更できないようにする仕組みのことです。物として使い回しできるといっても変更したくない部分もありますよね。先ほどの例で言うと、オブジェクト指向で定義されたボタンの横幅や高さなどは全部のボタンで共通となる値です。これらの値を他のプログラムから簡単に変更できないように設定して守るのがカプセル化です。次に軽症について解説します。軽症は同じようなプログラムを一箇所にまとめてそのコードを再利用しやすくする仕組みのことです。アプリ開発を進めていくとデータを登録する処理などどうしても似たような処理を作るケースが出てきます。この時別々にコードを書いてしまうとその仕様が変更された場合、一つずつデータ登録する処理のコードを修正することになり時間がかかってしまいます。また開発が進むと重複したコードが多くなっていきます。それを読むだけで相当な時間がかかってしまうためコードを見つけるのが困難になります。このような問題を解決できるのが軽症です。軽症を使えば登録、更新、削除などのカテゴリーとしてコードをまとめておけるので新しい機能を作るときに同じような処理を使うことも可能で、カテゴリーとしてまとめておけば似たような処理がないか確認もしやすくなります。次に抽象化について解説します。抽象化とは重要な要素や共通な要素を抜き出して他は切り捨てる考え方のことです。例えば車を作ってほしいと開発依頼された場合、どんなサイズ、どんなデザイン、どんなコンセプトなど聞かなければわからないところと、車のエンジンがついている、タイヤが4つついている、車のハンドルがついているなど必ず必要となる共通要素に分かれますよね。この時前者の聞かなければわからないではなく後者の必ず必要な共通要素を考えるのが抽象化です。詳しいことは決まっていないけれど開発する上で必ず必要となる機能は〇〇だな、このように考えるイメージです。最後にポリモーフィズムについて見てみましょう。ポリモーフィズムとは継承したコードの一部を変更して利用するための仕組みです。新しい機能を作ろうと思った時に継承を使ってカテゴリーとしてまとめたコードの中に似ている機能があったとします。この時コードの一部のみを変更して利用できるのがポリモーフィズムです。最初に例で出したボタンの色だけを変えて登録、削除、更新などのボタンを作ったのがまさにポリモーフィズムの例になります。似たような機能を作るときにとても便利なので覚えておきましょう。いかがでしたか？今回はオブジェクト指向の特徴や学習するメリット、覚えておきたいキーワードなどを解説しました。オブジェクト指向をマスターすると開発効率が上がるだけでなく開発後も修正しやすいコードが作れるようになります。まずは概念を理解してコードを書くときにオブジェクト指向をイメージするところから始めてみてくださいね。もしこの動画が参考になったと思ったらグッドボタンとコメントお待ちしています。他にもプログラミング学習に役立つ情報を発信しているので見逃さないようにチャンネル登録をしてチェックしてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。